招き猫の猫の名前はタマって言うんだよ。どうも始まりました。ゴージャスとかです。私ゴージャスです。アシスタントはヨキュンです。ね、タマなんだ。みんなタマ、みんなタマ。どうしてタマっていう猫、モデルになったの？もともと昔ね、江戸時代かな、なんかお侍さんが歩いてたんだって、ね、そしたら猫が、ちょ、おいでおいでみたいな感じで呼んだんだよ。もう何かなって、そっちの家の中入ってみたら、その瞬間に雨がズワーって降ってきたんだって。そのやっぱ招かれてなかったら雨に食らってたのに、招かれたことによってその猫のおかげで濡れずに済んだっていう。なるほど、ね、ちょっと私招かれてその先に金銀財宝があったのかと思ってもうそういうとこだってそうでしょ。そういうとこだって、みんな招き猫置いてる人って商売繁盛用とかじゃない、じゃあ結局だ、そういうね、欲はよく、そのダメ、千客万来だ、千客万来、ここに小判、小判持ってるじゃん猫、じゃあみんなやっぱ欲に丸出しだね。雨に濡れないぐらいがちょうどいい。クラゲー。はーい。はい、今日は何やんのかな。はい、まあね、王がいますからね。ブレフローやるよやっと戻ってきましたね。はい、ブレフローが久々の復活でございます。はい、今日はね、皆のものにね、もう素晴らしいブレフローのね、テクニックを披露して頑張ってやっていきたいと思います。はい、はい、ということでね、秘書こと健太郎も来てます。お願いします。健ちゃん、いじめないで。ねえ、健ちゃん、はい、よし、今回は何をやるんだい。はい、今回はですね、グランドクエストの、信じるべき道を、ヨキュンさんにやっていただこうか。ヨキュンでした。ヨキュンやの？ヨキュンなの？私目が久々に。大丈夫なの？いや、大丈夫かわ、後に話しましょう。もし、それはしょうがねえな、じゃあ欲求にやらしちゃうよということで、はい、画面いってみましょう。欲求の端末こちらです。ドン。はい、ということで欲求の端末でございます。はい、うん、千客万歳でしたけど、あ、信じるべき道か。信じるべき道いっぱいすぎたよ。はい、入ってきちゃったけど、はい、ねえ、さあ、これって何回も回るんでしょ。一応今回、途中までは進めてきたんですよ。結構難しくて、私夜中にケンちゃんにクリアできないって送ったもん。何やらしてくれてんだもん。いや、じゃなくて、今日収録に間に合わなかったらどうしようと思って。ああ、そう、クリアできないよって言って。縛りがあるんだね、これね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。うです、クエイド世代、そうですね、の子たちの物語なんですけども、うん、あの、久々に、グランドクエストやって、この子たちの背景を私は知らなかったんですよ。はいはいはい、そうだね。やった？やってね、まだでしょ。そしたら、この人たちってこういう背景なんだっていうところがまた面白くて、ストーリー、あ、そうだね、そうそう、だから、召喚して出てきた時のセリフぐらいしかわからないじゃないですか、あとね、進化した時のセリフとか、だけどこういう背景でこういう関係値で、この人たちはチームなんだっていうのとか、あとなんかちょっとね、恋愛要素が入ってたりとか、もやもやしたの私は深夜に、昨日もやもやしたの、なんか、ね、内容がもやもやするというか、なんか、そうなの、あ、この人もこの人が好きなのみたいな、そんなビバリーヒルズ青春ハットみたいな感じなのそうそうそう、ちょっと見てみたいね、それもね、じゃあ、早速、あ、じゃあこれもう最終章ぐらいのあれ、あ、そうなんです。だから一応これをちゃんと全ルート、今回のやつでクリアできれば 100% なる予定。大団円、いいじゃないですか。ただめっちゃ難しかったんですよ私。いけるって。なのでね、ちょっとずつ進めていきたいと思います。いきましょう。では2時間覚悟してください。帰らせて私だって早く終わらせて、帰れなかったら早く終わらせますよ。いきましょう。はい、じゃあね、パーティーはこんな感じで、はい、第2パーティーと第3パーティーまでフルフルに、あの3本ライン行くので。そ
本誌。あ、これもガッチリだ。ガッチリじゃん。ここはそうですね、ゲストがいない状態で、はい、こっちは兄弟、ゲスト、そうそうそう、兄弟とバタルさんといるんです。すげえな、ストーリー気になっちゃうなこれ、うん、行きましょう。ここから見れるはずなので、うん、じゃあ、はい、参りたいと思います。よっしゃ、冒険に出る。さあ、どんなグランドクエストか、誰からクレア、うん、うん、あれクレア、どっち読むのどっち、あ、じゃあ一応私が、うん、そうだね、マジン・ラグルボードがいる場所まであともう少しね。うん、クレア、アディアナ、アディアナ、こんな、こんなに、そう、すごいセクシーと思って、ね、そうなの、ね、それまだ私衝撃的だった。持ってるからちょっと進化する進化する結構なんか、うん、あのこっちのイラストになるとまたすごい綺麗になるよ ね、 ね、これいいね、はい、ね、あの取水とかいう しつこい魔人は何だったの、うん、何度も追い回されてここまで来るのにどれだけ遠回りさせられたか。変態みたいな取水がね。あ、クエイドもクエイドもかっこいいね。ヤサ男だよね。ねえ、ああ、あの魔人は確かに強かったね。弟くん？あ、これ弟、あ、男、男？男の子。男の子なんだ。男だよね。まあ、寝上げてるって。そうか、そうか。マスクかぶんないんだね。いや、3人3人なんです。3人3人。ははは、確かに少し疲れたな。疲れたかな？疲れたかな？うん。だけど、あの魔人は、こちらの実力を試して戦ってるって感じがしたから、そんなことも言ってられなかったけれどね。あれだけの強さを持った魔人がいるなんて、さすがに神々に捨てられた地って感じだな。あれ、イオリスも可愛い。そうですよね。私もこっちに来てから驚くべきことばっかりです。怖いな。iPhone ケースにした。イブリス、あなたこっちに来てから随分と元気がいいわよね。うん。え、だって一緒ぐらいですよ。あ、可愛い。ここでならお姉ちゃんに、いえ、自由に動けるなって思って。お姉ちゃん？僕たちはここに遊びに来たわけじゃない。カルナマスター様からの使命のためにここにいるんだ。もっと緊張感を。分かってます分かってます。使命は使命、もちろん分かってますよ。あ、クルト君、今ちょっと動かないでください。あなたの足元にいる猫みたいな生物に触ってみたいんで、うん、敵じゃない？大丈夫？え？うわぁ、あー、逃げちゃいましたよ。あ、怖い目、怖い目してる。まったく、あなたたちは。はははははは、二人とも、まだまだ元気みたいだな。クレアは大丈夫かい？こっちに来てから、ずっと気を張ってるみたいだけど。てんてんてん、気づかれていたのね。うん、凛としてる。必要以上に過敏になっているのは自分でも認識している。うん、だけどカルナマスタ様から直々に下された使命の上に、うん、失敗が許されない任務だと思うと、あら、そんな、あなたやイブリスみたいに気楽に構えられれば楽なんだ、楽なんだろうけど、うん、わかるわ。マスタやイシュグリアなんていう未知の異界での任務だからね、うんうん、私だって、てん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 、ありがとうクレア。俺がこうやって気楽に動けるのは、クレアたちがそうやってしっかり周りに気を配っているのを分かっていて安心しているからなんだと思う。だからありがとう。爽やか好青年。てん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 、いきなりらしくないこと言ってクレアが困ってるじゃない。そうね。いえ、私はだったら少しはクレアが楽できるように、うん、あなたもちょっとはしっかりしたらどうなの？二人で無理があるね、やっぱり。分ければいいんじゃない？これだけいるから。いやいやいや。俺はこれでもしっかりしてるつもりなんだけどな。まったく。そういえば、偵察に行っていたファダルの帰りが遅いな。ファダルだ、ファダル。出てくるよ。どこかで道草でもしてるのかな？またそうやってごまかして。気になる、ファダル気になるね。クエイドじゃないんだから道草なんかしないわよ。ありがとう。
だいぶ楽になった気がする。いいですね。友情が愛情に変わるのかなこれ。はたる、お、わ、鋭い。てん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 。この気配は魔人ラグルボードだけじゃない。もう一体いる。この近くに同じぐらいの力を持った魔人が。なんだって、英明の神殿の方角か。カルダマスター様からの使命は魔人ラグルボードの討伐だが、無視することはできないだろうな。ラグルボードと戦っているときに強撃、なんだろう、強撃でもされたら目も当てられないしな。てんてんてん、兵士たちを連れてきたのは正解か。まずは戻ってクエイトたちと作戦を練るとするか。どっちだ。新鋭士メイディスは一人。新神の鎧を授けないし者よ。何者だ。あれ、忍者、忍者じゃないこれ。忍者っぽいね。我は神に仕えし者。お前たちに神よりの知らせを告げに来た。神からの知らせ？不尊、不尊なるぞ。何なの？控えよ！僕黙れこそ。書いてないよ。はは。母、どっち？母。母。お前たちに伝えることがある。ちっちゃいんだよ、これが。大進行、カルナマスター様を狙う者の存在が確認された。カルナマスター様を？いい声。その者たちはすでにカルナマスター様を目指し動き始めている。お前たちは、新鋭士、メイニスの思想は、使命はカルナマスター様を守ること。新教会館にグランガイアに帰還するためのゲートを特別に開けておく。急ぎ帰還しカルナマスター様をお守りするのだ。下が回ってくるんですね。わかりました。しかし魔人ラグルボードの討伐はいかがすれば。こちらもグランガイア侵攻を目論んでいるため、一刻も早く討伐する必要があるとお聞きしましたが。私の役割はお前たちに情報を伝えること。その先の判断を下すまでは許されていない。うん、てんてんてん。カルナマスター様は狙われについては確かに伝えたぞ。これ誰なの。これ誰なんだ。誰だね。うん、てんてんてん。カルナマスター様に危機が迫っていると知った以上、一刻も早く駆けつけるべきなのだろうが、かといってここにいる魔人たちを放っておくのも。くそ、考えろ、考えるんだファダル。とりあえずここで得た情報をみんなに伝えるべきか。何か判断を下すのはそれからでも遅くない。うん、賢いね。賢い。うん、ファダル。さすが、いろんなものを付与するね。あ、来ると。うん。どんな声だっけ。ちょっとね、うん、分かんなくなってくるよね。カルナマスター様を狙うものだって。てんてんてん。確かに死境海岸の方向より得意で膨大な魔力を感じますね。ゲートが開かれているのは確かなようです。なら急いで帰還しましょう、姉さん。慌てないで、クルト。この地の魔人ラグルボードもこのまま放っておけないわ。うん、確かにグランガイアを狙う魔人を放置しておくこともできないわね。ね、もともと私たちはラグルボード討伐のためにこの異界に来たわけだし、ね。じゃあすぐに魔人を倒しに行こう。その後すぐにカルナマスター様の元へ向かえば。てんてんてん。カルナマスター様が直々に討伐を命じた魔人を、うん、
ますかね。うん、けそれに俺の前に現れた神の使者様はゲートを特別に開けておくと言ったが、その期間については何も言っていない、うん、長い期間開けている保証はないだろう。異界とグランガイアを行き来する、行き来させる力だ。その維持には莫大な力が消費されているだろうからな、うん、じゃあどうすれば。てんてんてんパダル、お前にはもう考えがあるんだろ、話してくれ。てんてんてん、お見通しか。ここに来るまでに考えていたことなんだが、太陽二つに分けようと思う。いや、正確には三つだな。いいね、かっこいい。一つはこのまま魔人ラグルボードの討伐を続ける部隊、一つはグランガイアに帰還しカルナマスタ様の元へ駆けつける部隊。てんてんてん、もう一つの組は。それはこれまで俺たちに従ってきてくれた兵士たちを編成した部隊だ、うん、先ほどの偵察で俺は新たな魔人の気配を察知した。その魔人を抑える役割をしてもらおうと思う。これ大々的な大々的な、ね、やつだね。それは危険なんじゃ。ああ、危険を承知の上だ。だが今俺たちが打てる手は少ない。もちろん兵士たちには無理をしないように伝えておく。目が悪くなってる。魔人ラグルボードを倒すまでの時間稼ぎをしてほしいだけだからな。てんてんてん、仕方がないわね。彼らもカルナマスタ様に仕える者たち、うん、覚悟を決めてもらいましょう。おそれよりも、うん、問題は、ああ、我々をどのように二部隊に分け、どちらが魔人討伐に向かい、どちらがグランガイアに帰還するかだ。てんてんてん、てんてんてん、点もね、全部声変えてるんですよ気持ちいい、うん、ファダル、あなたの中で舞台構成案はもうできているのでしょう。それを教えて。いや、俺もまだ迷っている。だが、俺とクエイドが別舞台に分かれる必要はあると思っている。それと、これは希望だが、俺はグランガイアに戻るつもりだ。俺はカルナマスタ様を狙う者を放っておくことはできない。姉さん、姉さん、僕もグランガイアに戻ろう。僕たちも、うん、僕たちは大進行新鋭士メイリス、カルナマスタ様を守るべきだ。でも、てんてん、いえ、そうね。ファダル、私とクルトもあなたとグランガイアに戻ることを希望するわ。お、そうなるとディアナとイブリスはクエイドと共にここに残り、魔人ラグルボードを討伐してもらうことになる。二人ともそれでいいか。私は問題ないです。むしろこっちに残りたかったくらいなんで。お、私はどっちも心配だけど、うん、でも意見が決まっていないなら決定に従えばいいだけだ。それよりクエイド、お前はさっきから何も発言してないじゃないか。何を考えているんだ。俺はてんてんてん、あーそこで、俺は何を考えているんだ。これは誰がどこに行くっていうのはもう決まってるわけだ。そうですね、まずパーティー1例です、うんね、うん、クエイドの舞台で、うん、このまままっすぐですね、真ん中、はい、真ん中のルートを行っていただきたいなと、ね、はい、これ物語が非常にたくさんあるんです。非常に、はい、俺はグランガイアの状況が気になるな。グランガイアにはお前たちが戻るということ、戻るということか、うん、ああ、だが俺たちだけじゃなくて全員で戻った方がいいと思ってる。
バカな魔人ラグルボードの討伐の任務はどうするんだ。グランガイアの状況を確認後、改めて討伐に向かえばいいと思う、うん、実際この地に来てみて感じたことだけど、そこまで緊急には感じてないんだ。確かに魔人は危険な存在なのは認識できた。でもラグルボードが何か動いてる様子はなかっただろ、うん、確かにそうかもしれないが、だが任務は任務だ。放棄などできるか、うん、クルトは真面目だからな。なんだと、クルト落ち着いて、うん、クエイド、うん、あなたはなぜそこまでグランガイアの状況が気になるの、うん、確かに神の使いからの言葉は気になる、うん、だけどそれこそ緊急なことなの、うん、たとえどんな相手が狙っていようともカルナマスタ様が簡単に害されるとはとても思えないわ、うん、ああクレアの言う通りだ。だが逆に俺はそこに違和感を感じるんだ。違和感か。お前の言うこともわかる。だがそれでもやはり任務の放棄はできない、うん、ああワダルならそう言うと思ったよ。だからワダルたちはこっちに残ってくれ。だが魔人ラグルボードの動きを止めておくだけでいい。どういうこと？あ、どうぞどうぞ、ちょっと音って、音って似てるから顔が。俺は急いでグランガイアに戻って様子を見てくる。その後すぐこの地に戻ってくるから、合流後に魔人ラグルボードに向かおう、うん、僕たちだけでは不安ということか。いや、そういうことじゃない。むしろクルトたちを信用しているんだ。俺が残っていたらクルトたちが戻ってくるのを待たずに魔人に向かっちゃいそうだからな。てんてんてん、うん、でもだったら私も残りたいかも。うん、ははは、イブリスならそう言うと思ったよ。でも今回は俺と一緒に来てくれ。大丈夫、すぐにこっちに戻ってこられるよ。その方がいい。イブリスはこっちにいると気が抜けていて危ないからな。クレアさん、クルト君が意地悪します。怖い目をする。姉さんに泣きつくな。まあいい、クエド、お前の考えは分かった。お前の作戦で進めよう、うん、すごいな。だが俺たちのこの地でぼーっとしてるわけにもいかない、うん、魔人ラグルボードの動向を探るため、奴がいそうな場所には向かわせてもらうよーって、うん、ああパデルだったら俺と違って無理はしないだろう。だろう。お前たちも決して無茶はするな。お前が神の使いの言葉を感じているのは違和感だけではないんだろう。より危険を感じる方に向かうのはお前の悪い癖だからな。やっぱりファダルにはかなわないや。大丈夫、俺の方にはディアナもいるんだぜ。俺の無茶はしっかり止めてくれるさ、うん、なあディアナ、頼りにしてるぜ。な、そんなこと言われても、私は無茶なね、コスチュームだけどてん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 、クエイドさんひどいです。私も一緒に行くんですよ。うん、ああもちろんイブリスも頼りにしてるよ。はあ、もういいか。もういい。ディアナ、イブリス、クエイドのことをよろしく頼む。ええ、任せてください。うん、グランガイアに戻ったらまたおどおどするんじゃないのか。あ、クルト君はもしかして私と離れ離れになるのが寂しいんですか。バカなことを言うな。もうあなたたちは全く仲が良いんだか悪いんだか。クルト、話が長くなるから少し黙っていて。ボリュームがありますね。姉さん、僕はファデル、方針は決まったわ、うん、話を進めて、うん、あ、そうだな。ではそろそろ出発するとしよう。ボリュームがあるな。どちらに向かうにしろお互いに決して無茶はしないでくれ。そうね、うん、
てんてんてん。ファタル、クレア、クルト、当たり前だけどさよならなんて言わないよ。俺たちはグランガイアに帰還したらすぐにカルダマスター様の状況を確認する。そして安全が確認できたら再びこの石栗屋に必ず戻ってくる。だからそれまで無事でいてくれ。お前に心配されるまでもない。お前たちが戻ってくるまでに俺と姉さんが魔神を倒しておいてやる。クルト、クエド、安心して、うん、決して無茶はしないと約束するわ。ありがとうクレア。やっぱりクレアは頼りになるな。そう。くっ、もういい。お前たちは早く行け。姉さん、ファタルさん、僕たちも早く出発しよう。そうだな。クエド、クランガイアの報告を待っているぞ。ああ、すぐに報告しに戻ってくるさ。ボリュームがすごいある。これ3本ありますからね。なあ、すごいな。はいはいはい、よし。さあ、ベルヌこの間出たやつ。さあ、あれあれだっけ、あの幻想、あ、幻想、そうですね、前回の新キャラでしたね、うん、これリーダーにする人多いよね。うん。あれ、あ、シュスイだ。シュスイさん、我はマブトーマー武人シュスイ。すいません。我は、行者を求める。貴様らの強さ、我に見せてみよう。しつこいんですよ、こいつ。めっちゃしつこいな。めっちゃしつこい。またあったね、シュスイさん。でも、今は君と遊んでる場合じゃないんだ。ディアナ、イグリス、最初から全力で行くよ。わかったわ。てんてんてん、来ます。しつこいつのは何、何？こっから先全部、あ、全部出水なの？またみたいな。またなの？もうストーカーですよね、ここまで来ると、ね、あの、クニョンつるくるクニョン、あ、曲のやつ、クニョンってやつ、一回でやられちゃうやつ、出るあんのかな。これでもね、ちょっとね、最初は大丈夫だと思うんです。うん、あ、いや、行っちゃった。やっちゃいますけど、やっちゃった。大丈夫ですよ、一番目の大丈夫、ね、さあ、これ今まで 2周してきてるんですけど、うん、私多分なんか何十パーで、うん、一回撤退するんですよ。あー、撤退系ね。撤退するんだったら来なきゃいけないのにね。いやいや、本当に、うん、その通りですよね、ね、すげえなあ。あれ、これ、ああ、イグリスは SBB が最近ない、さ、うん、BB の方がいいです。どうしようかな。このなんか、なんだろう、固定のやつって使い慣れてないやつが来るからね。さあ、 50% ですって。最初 50% です。なるはやで削っていきます。なるはやで。いけー。これ火だめ BB 何なの。あ、あ、もう火だめ BB は、ディアナかな。ディアナなんだ。確か。育てよう。あとちょっと。さあ、おお、削れるか。おお、はい、開いた。あと2回来るから。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。すぐ来るから。すぐ来るんだ。またすぐ会える。
ねえな。どうします、このまま。このまま先にパーティー1の方を。OK です。はーい。すーぐ来るから。熱い。本気を出してた。熱い。よし、本気だと。結構長いからお茶しててください。よし。あの、すでにもうね、うん、30分ぐらい経ってます。本当にこう読み応えのあるストーリーで、そうなんですよ、もうこれ一本でゲームできちゃうぐらい ねだからやっぱさ小説で読みたいよね、読みたいねCD ドラマ、あ、ドラマね、ドラマ CD もしくはアニメーション、うん、アニメーションは最高だね、うん、ね、CD ドラマが一番、本当にドラマ CD にしてほしい、あ、フェイド、てんてんてん、何をぼーっとしてるの、あら、壊れちゃった、私たちはカルナマスタ様を守るという重大な任務があるのよ。うん。気を抜かないで。あら、ほらちょっとね。てんてんてん。てんてんてん。笑ってるぞ。てんてんてん。ディアナさん、クエイドさんと何かあったんですか？あ、何？何かあったの？え？何って、何が？いえ、クエイドさんに対する態度はいつもより厳しいような気がしたので。そう?特に私は変わったつもりはないけど、うん、もちろん普段も厳しいんですが、ワダロさんたちと別れた際にクレアさんと話した後あたりから、あら、より一層厳しくなったような、てんてんてん、ジュラシックパーク、気のせいよ、それに重大な任務中だもの、うん、気を引き締めるのは当たり前のことよ、うん、まあそうですけど、エブリス、子供だからな。ちょっとクエード、あなた聞いてるの？うん。静かに。この気配、やっぱりそうだ。二人とも、戦闘準備を、取水が来るぞ。また来たー取水が来るぞー船が出るぞみたいな言い方しないでくれ。俺は遠も無人取水。我に貴様らの強さを示せ、強者以外に用はない、もうほう、我の来訪に気づいていたか、もう何回も戦っているからな、クエイドさんすごいです、ぼーっとしていたわけじゃなかったんだ、二人とも話は後だ、来るぞ来るぞー、出水お酒の匂いしそうだな確かに匂いで分かっちゃう、あと2回かな、酒癖って、酒水って、酒の、ね、で酒の水って書いて酒水って、ね、さあ、あと2回かな、でも次は 25% でいける、 25% あのグニョーンっていうのは来ないのかな、じゃあ最後にします、来る、耐えれるよね、あ、耐えんの、ただクエイドが逆転属性になって、あ、なんだっけ、あの、でもあれだよね、あれが来てからなんとかあの構えとかさ、そうですね、そんなやつ、鬼神の構えが来てからなので、鬼神の構え、多分大丈夫なんですきっと、これはどうしよう、すげえな、まだ大丈夫、うん、だからすごくありがたい、すごい2万超えてるからね、うん、ありがたや、半分切ってまた来るよね、なんか多分、うん、いいよ、半分切る手前で、そうですね、半分なんかちょっと強烈なものが、あれ？これ半分、あ、いや、大丈夫だよね、このまま行って、これは大丈夫です、そうだよね、うん、グレアムだっけ、
先生、これ後のやつです。UBB で抜けないと、うんうん、即死させられるみたいな。先生、後のやつです。いや、そんな誰が、その攻略見なきゃ無理だろ、そんなの。いや、本当にこれ結構きつかった、私。俺 UBB なんか貧乏症だから使いたくないから、取っとくもんだって。あとね、UBB がたまらないって現象があったね、私。すげえな。さあ、50% 割って、ね、なんか来る、違うの、うん、これ、いや、違うの、ね、不審の構えが、不審な構え、まだ、不審の構えが来たら次は、極風極風海、ウニョンが来るから、エリモだけ半減打ってみんなガードですね。うん、エリモ大丈夫、行きます、はい、じゃあこれだ、グリョーン、大丈夫ですね、大丈夫ですね、大丈夫ですね、これガードしてなくてもやっぱり大丈夫だよね。なめんなって、なめんなって、極限なめんなって、極限なめんなって、幻想です、いや、幻想ここ今切ってください幻想なめんなって、幻想なめんなって、幻想なめんなってね、いろんな進化がありますからねさあ、これで今 70% ぐらいですね、うん、おぉ、ちょっと待って、これはいかん、これどう、これで終わり、いける、いや、これ、あの、蘇生使いたくないんですよ、絶対に、絶対に、これ、ケンちゃんやり直した方がいいよね、あ、まあ、クエド抜きでいく、あと1戦あるもん、1日、後々使うので、うん、まあ、わざと負けて、そうだね、次とっととやるっていう手も手ですし、わざと負けます、え、そんなにやってしまった、なんで、何がダメだった、単純に逆転だから、まあでも、クエドは僕も火に弱いので、うん、それで抜けちゃったっていう部分もあらちょっとシュスイさん、あ、でも、多分アイテムの方で普通の蘇生薬1個はあるので、うん、そっちの方、いや、使ったらこの後の2戦が2本がきつくなると思う、私どう思う？一個ぐらいだったら、やだいいのかな、やだな、使わないで次行ったらもう、いや、だってあと3種数以外に3体いるってことだもんね、そうです、使わない、これ次の種数倒したら終わり、ここのレーンは種水は終わりなんだけど、うん、あの全レーンを同じアイテムで回らなきゃいけないから、うん、だからでもそれをだから次の種水をこれ回復力なくして倒せばいいんでしょ、蘇生しなくて、蘇生しないで、うん、あ、違うの、あれだ、このルートは最後に第一パーティーが使わなきゃいけないんだ、第二、これ、第一を使います、だからこれは絶対使わなきゃいけないパーティーなんですよね、はい、きっちりどうする、後ででいいんじゃない、じゃあその時が来たいだけ、どうせ生き返らせるんだったら今なんだけど、うん、わざとし、あ、もうダメなんだ、ここ戻れないんだ、ここには、そうです、もうちょっと、そっか、じゃあもう生き返らせよう、生き返らせるしかないね、あとはあとはもう根性、そうだね、ちょっと何が悪かった、ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネルゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録はハフ